エクイタブル生命ビルはアメリカ合衆国ニューヨークシローアーマンハッタンにかつて存在したオフィスビルである。シカゴのホームインシュアランスビルと共に高層ビルの先駆けと言われている。このビルは世界初の生命保険会社であるエクイタブル生命保険の本社ビルとして1870年5月1日にニューヨークシマンハッタン区ブロードウェイ120号に竣工した。 En ヘンリー・ボールドウィン・ハイドのリーダーシップによって乗客用エレベーターを大々的に設置した最初のオフィスビルである。全高40メートルで世界初の高層ビルとみなされることもある。建築家は EN アーサー・ギルマン及び EN エドワード・ H ・ケンドール技術コンサルティングはジョージ B ・ポストであり、水圧式エレベーターが エリシャ・オーチス・カンパニーによって製造された。このビルは耐火性能を謳っていたが、1912年1月9日の大火事によって崩落した。ニューヨークの非常に寒い冬の気候により、消防車の放水ホースは凍っていて役に立たず、6人が死亡した。現在のエクイタブルビールは同じ場所に1915年に竣工した。 設計はエルネスト・アールグラハムアソシエーツによる非常に大容量の新しいビルはニューヨーク市の1916年区画整備決議の主要な推進力となったありがとうございます